モモか、こいつが。え、めっちゃおしゃれな服着てるやん、こいつ。めっちゃおしゃれしりゃ、めっちゃおしゃれな絵も飾ってるし、あー。斜め45度に殴れば OK って聞いたことあるぞ。あ、でもこいつちょっと違うな。普通のやつと。なんか、顔のとこも画面ちゃうし。こいつ、全然治らないよ。どうして仲間を行かせてしまったのか。今僕は一人ぼっちだ。こんにちは、なんかする？え、怪しまないの？俺のこと。そういうことか。あー、これが仲間っていうことか。うわ、なんか一番左のやつなんか怖そう。普通にマッドサイエンティストみたいな感じのやつがおるぞ。それは仲間って言っていいんか。お前ら実験台にされなかったか。あ、なんかあるな。あ、でも、上の写真、あれ、南国のやつやん。町は円柱状で直径は約450メートル。円柱状。ああ、上には階層がある。町に天井がある状態で、書物によると、その向こうには青い大空が広がるという。ああ、そういうこと。え、今思った。な、猫ちゃんがおったとこは外の世界っていうことか。猫ちゃんじゃあの、ブラキューのおった世界は。あ、これ。マジで、マジ操作が全然。あー、逆になるって感じやね。かわいいな。これどうやって撮るんだ。あー、撮れた。一時的だね。冷蔵庫開けっぱやで。てか電気ってどこから供給されてんだここって。ん？あー、ここはなんもないんか。あ、でも入れる。あ、入れる。ちょっとライト。特に、なんもないんか？あ、楽譜あった、楽譜。あー、そんなもんか。オッケー。あんなら、あ、向こうもなんかあるな。何これ？あ、思い出だ。バックホーム2。あ？ああ、お家に帰ろう2ですね。このビデオゲームを覚えています。私が作られてすぐに作られたものです。正確には覚えていないのですが。一緒に働いてた各社とたくさんプレイをしました。楽しかったです。彼に会いたいです。なぜ彼の名前が思い出せないのでしょう。どうなんだろうな。こいつが何者なのか、科学者は生きているのかな、死んでるのかな、やっぱ。で、こいつとやっぱ会話せんとな。まあ、アイテムを見せましょう。全部知ってんのかな。とりあえず、ポストカードを見せよう。アウトサイドの写真、そこに行ってみたいの？考えだけ時間の無駄だよ。そこには孤独と絶望があるだけさ。僕の仲間も同じ夢を持っていた。でもみんな、今はみんな消えてしまった。孤独だけが残った。仲間がどこ行ってしまったのか、コンタクトを取ろうとしているのに、トランシーバーが正常に動作しないんだ。僕と仲間はアウトサイドについての研究をノートにつけてる。ほら、本当にそこに行きたいのなら、僕のを持って行きなよ。君の好きなようにするといい。僕はアウトサイドは諦めた。うまくいくといいね。いいのかお前それで。俺は仲間になろうぜ。お前がいてくれたら心強いぞ。桃は悲しそうです。仲間に会いたがっているのです。彼がくれたノートを見てみましょう。アウトサイダーによる生命。いかなる犠牲を払ってでも、アウトサイドに行かなければならない。我々の仲間を守らなければならない。ザークには近づいてはいけない。クレーメンションとゼベルゼとドックとモモによる、ああ、さっきの仲間の名前ね、による署名がされています。モモの名前は後から追加されたようです。別のノートも探してみましょう。ああ、はい。ちょっと待って。
小さい猫さん、まだノートを探しているの？ちょっとこれさ、これわかる？ものすごい古いバイナリーコード。真のオタクだけが読めるという。あ、あんなら塔叩けってとこに行けばあるんかな。壁のマークはノートのものと同じですね。ああ、そこ行けってことか。その場所には行ったことがあります。でも他にこのようなマークがないかチェックしてみましょう。ああ、なるほどね。ちょっとそこをもう一回行ってみようか。他にそのマークのようなもの。ああ、これは大変だ。これは結構大変だ。とりあえずちょっともう一回そっち行ってみよう。あ、オッケー。ほい。よいしょ。ああ、なるほどね。そこで、あ、そっか、そっか。記憶でここがあったっていうことか。で、このマークのものを見つけるっていうことね。この、たまごっちの口パッチみたいな顔のやつを。とりあえずな、なんかここやったっけ？で、一応聞こう。アウトサイダーは上の方のアパートに住んでいる様子。この狭いストリートは何も見つからないでしょう。とりあえず、アウトサイダーを見つけてこいっていうことか。でも、あの暗号をちょっと知りたいんだよな、先に。あ、ここだ、ここだ、ここだ、ここ。そう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 。これさ、これ、引っかいたらいけるかな？あ、あ、いた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 。そう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 。あ、こいつが。こいつにちょっと話したかったんや。ん？違うか。交流するって、ちょっと待って。あ、閉めた、閉まった、閉まった。お！楽譜があった。これ全部集めろっていうことで、ちょっと交流しましょう。エルディットに会いてきたいの？彼なら、あそこにいるよ。ん？死んだってことっすか？違えんな。あ、上にいるってことかな。お、お前なんかすげえ新しいじゃん。はい、どうしましたか？めっちゃ、お前だけ、なんか、いいじゃん。じゃあ、これ見せたい。これこれ。このバイナリーコードを解読すればいいのですね。ちょっとお待ちを。レンズを調整して、ここには、デュフィーリバーと書かれてあります。変ですね。誰がバイナリーコードで待ち合わせの約束をするのでしょうか。うん。それだけ？番号じゃない、これは。え？え？これだけな？あと楽譜と、これ見せたらどう？どうだ？この辺の人はみんなそのマークしてるよ。アウトサイダーマークさ。彼らはこのエリアの上層階に住んでいるよ。桃と話してごらんよ。あー、それだけか。これもなんか、ん？これもなんか探しそうやな。下がりそうやな。あー、こっから行けるってことやね。あ、思い出すってある。この木は科学の脅威です。注目すべきは人間の工夫です。人間は太陽の光がない世界でも木を育てる方法を見つけたのです。オーガニックライフには街の空気を浄化する木々が必要です。ロボットには必要がないのですが、彼らは育て続けています。人間たちがやりたかったことです。ああ、人間たちの記憶をすべて引き継いでるっていう形か。まあ、今のその環境問題をこう、今のものそう直したいみたいな、そうしてるけど、それが、進んで、こうなってしまったっていう感じだから、もう地球がもう完全終わってしまったから人類はいなくなってしまったっていうことなのかな。どうなんだろう。そういうことかな。とりあえず、これだけかな。とりあえずもう上に折った方がいいっていうことは、このことなんかな。どうなんだろう。どうしよう。どうやって上行こう。
確かここら辺から行けたいな。うん、よいしょ。で上に行けばわかると。アウトサイダー、さっきあそこ行ったよな。あそこ行って、あの、あ、あった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 、向こうにある、向こうにある、向こうの方は行ってないな。ここはなんだ、ん、テレビ見られんのか。おお、テレビ 見れる見れる。なんつうテレビね。お、なんかこっち向いてるあいつ、なんだ。あ、でも下行ける。ちょっと待って、下行ってあいつちょっと話してみよう。あいつは何なんだ。あ、お、でも杖ついてるじいさんってことか。え、お前顔だけ違う、ちょっと。なんなん。おい、お前ちっちゃくて変なやつ。でもお前のことは聞いている。お前を可愛がれと強制されている気分だ。でも俺はしない。なぜなら理由がわかるからだ。あ、わからんからだ。可愛がれ。どういうことやろ。それも人間の、その、なんつうの、脳っていうか、猫の運動会どういうこと。自販機はとりあえず、てか、要番号で。やっぱ人間の、そういったものをすべて、受け継いでるっていうことやから、猫に対しても優しくしなさいよっていう感じなんかな。どうなんだろう。で、ここがあるやんな。おぉ、出た出た。めっちゃ本あるやん、ここ。すげえ。あ、え？あ、死んでる。自分の AI を人間のようにクリエイティブに発達させる方法。第42号。楽譜があった。でもめっちゃなるやん。他は何もないんか。あ、なんかありそう。ん？これはなんだ？ん？あ、寝れるっていうこと。あー、かわいい。こんなとこで寝ちゃうの。ダメだよ。もっと動いてもらわないと。なるほどね。でも誰かいるっぽくね？気のせいか。でも誰かいるよな、さすがに。こんな本あるってことは。うん。あ、でも誰もいなさそう。ここはなんだ？あ、でもなんか南国のあれが多いな。やっぱみんな外出たいっていうことなんかな。だからこんな映像ではないけど画像を映し出してるっていう形なんかな。これなんだ？やあ、ドッグ。私があなたの安全のためにキーを見つけたよ。これを持ってより、持ってより一層気をつけてね。あ、鍵手に入った。どんな本があってもあなたの安全を埋めることはできない。図書館員のジェス。どんな安全があっても。鍵を手に入れたぐらいか、ここら辺は。ああ、登れもしないっていう感じなのかな。どうだろう。うーん、なんかいけそうな感じはするけど。いけないんだな。で、あの鍵はどこに使えばいいんだ？で、他のこのマークを見つけろっていうことやんな。向こうの方行ってへんよな。どうやって行く？これ。とりあえず降りて。よいしょ。あ、でも向こうある、向こうある、向こうもある。向こうには、あ、てかこいつ投げてる方ちょっと話しかけてみよう。こいつは気をつけて集中しないとまたバケツを落としたくないよ。なんでこいつらバケツをこうやって投げてるんだ？ペンキなんか？あそこには、ああ、なるほど。そういかんとあかんのか。あんなら、一回これ登って、
あ、でもさっきのルートやから行ったんかな。どうだろう、忘れちまったな。あ、でもなんか行ってそう、こっち。この中か、この上か。あ、あ、ここは来てへんな。導電、動力電気の換気装置。あ、ここ行った、ここ行った、ここ行った。でもここ何もなかったんだよ、なかったよな。どうやったっけ。ちょっともう一回見てみよう。うん、ここは何もなかった。あ、ノートある、ノートある。やりました。もう一つのノートです。ザーバレリザという、あ、なるほど。名前の人の持ち物のように。ザークと呼ばれる生き物以外の生態系の痕跡は消えてしまった。奴らは何でも食べて恐るべきスピードで繁殖をする。町の封鎖など、ものともせずだ。別のノートを探しましょう。ああ。さっき来た時は、モモのとこ行ってなかったから、あれか。なかったんだ。で、このし、あ、でも記憶がある、あっちに。記憶をちょっともらおうか。こいつはなんだ？ジャイアンみたいなやつがおるな。住人たちは、著しく進化しました。初期の時代は単純な AI だったので、人間の芸術は真似できませんでした。ああ、そうか。今はこれすべて、彼ら自身のものです。人間は芸術を追い詰められた状態で重要であると言います。確かに追い詰められていました。ああ、どういうことだ？見せてみよう。よいしょ。どれだったっけ？これか。それは、ズブレのノートだよね。彼の言うことは、ほとんど理解できないけれど、彼がとても賢いことだとわかるんだ。あ、こういうことしか、鍵の場所わかる？これ。鍵の場所ちょっと教えてくれよ。何？キー？何を開けるためのもの？あ、わからんか。多分、キーを開ける場所に、ちょっとヒントくれ。あ、あった、金庫。あ、これは知らんかったな。あ、もしかして、これ鍵っすか？あ、ここにあんのか。なるほど。鍵ってその、ついに最後のノートです。これはドックという名前の持ち物のようだ。長期にわたる研究の結果、スペクトロメーターを強力な UV ランプと結合させた。これにより、ザークが具体的に何であるか解明することができるはずだ。最初は爆発してしまった。実際の環境でテストする必要があるようだ。おお。この本にメモがあります。こう書かれています。トランシーバーの設計にミスがあった。しかし修正方法は判明している。これが方程式だ。この情報を持っていけば、モモがトランシーバーを直すのに役立つのではないでしょうか。上層とコンタクトが取れれば道が開けるでしょう。私たちが見つけるのを彼に見せましょう。おお、道筋が出てきた。これわからんよ。なるほどね。行こう、モモのとこにすぐ。来たよ、モモ。持ってきたよ、全部。小さい猫さん、まだノートを探しているの？さっきのやつが、あ、これか。ドックの持ち物じゃない？彼はすごい電気関連のオタクだったよ。いつも世紀の大発見しそうなくらい。待って、仲間のノートをすべて見つけたの？あれ？何そのノート？トランシーバーが直せるの？やったね。つまり、スラムの外の人と連絡が取れるんだね。クレミッション、ザブレザル、ドック、ごめんよ。目的を見失いそうになってた。約束する。必ず外側に行く方法を見つけるよ。ありがとう。君も脱出できるかもしれない。さあ、このロボッチ、トランシーバーを直そう。このロボッチ、あ、そういうことね。トランシーバーを直そう。
おお、これでやっと外の世界に行けるか。うわ、めっちゃ頼りな、なる、こういうの。ロボットが機械直してるとな。やっと動いた。一緒に来て。でもお前ら戦えへんしな。ビクビクしてるしな。お？なんだ？お？何してるんだ？めっちゃ暗証番号打つやん。え？ん？な、何してんだ？こいつは。何をすればいい？あ、開いた開いた。あそこだよ。他よりもずっと高いあのビル見える？あのタワーのてっぺんにトランシーバーを設置すれば街全体と通信ができるようになる。仲間はまだそこにいるかもしれない。脱出方法があるなら仲間が知ってるはずだ。おお、なん、ランケーブルみたい。君は小さくして、小さくて翼っこいから、ザークを避けれるね。君の力が必要なんだ。小さいアウトサイダーさん、僕らを外、空へ連れてって行ってよ。どこだ一番高いとこって。え、あそこ？あ、あそこ行けっていうことか、これは。うわ、閉められたし。お前らもお前もついてこいよ。ロボチー。行こっか。どうやって行くんだこれは。あ、これか、これか、これか。ここはどこだ？また別の場所なんだ。よいしょ。外の世界行くんか。まあ、自由を求めて行こうか。ルーフトップ。うわ、めっちゃうじゃうじゃおるやん。なるほどね。で、こいつらを避けながら行かんとはあかんってことね。敵を引くにはにゃ。よいしょ。ああ、そういうこと？危ない危ない危ない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれね、火。ああ、そういうこと。よいしょよいしょ。危ない危ない危ない。ほい。ほい。あいつらは登っては来れないんかな。ここは、あそこか。よいしょ。あ、さすがにこい、あいつらはこういうことはできないやろな。あ、思い出す。なんだ。なんて書いてあるんだ、あれは。今、街はネオンの光で輝いています。昔は違いました。スラムでは、厳しいエネルギー制限が課せられていたのです。しかし人々は終わりのない暗闇に耐えることはできませんでした。ある日、一軒の家にレインボーの色のランプが光りました。その家の周囲がネオンで光り輝いたのです。その家の住民は連れ去られ、その後姿を見た人はいません。しかし人々は諦めませんでした。家の中で光を灯すようになったのです。これでは迫害者たちも何もできません。こうやって人々はアウトサイドと同じように色を見ることができるようになったのです。はあ、なるほどね。さあ、続きをやっていきましょう。え、こっから来てたな。で、次はどこ行けばいいんだ？なんだったっけ？結構時間経ったからな。なんだったっけ？何をすればいいんだ？オーライです。トランシーバーをあの大きなビルのてっぺんに置きましょう。あ、そうやった、そうやった、そうやった。トランシーバーを手に入れたいやな。で、どうやって上に行くんだ？あ、そっちか。あ、なるほどね。で、こう。もうちょっとこっちか。こっちいいか。ああ。オッケーオッケーオッケー。踏んで、監視カメラ。こっちはいけず。ここで、ここまで持ってくると。落ちないよな。うん、落ちないな。オッケーオッケーオッケー。で、この上に乗って、おお。乗れるか？いけるか？おお。さすが。さすが俺のブラッキュー。ん？
ここでセーブが入った。この上っぽいな。いや、こっちか。おお、なんだこの幕は。おお、危ない危ない、大丈夫か、怪我しないか。ドアをハック。おお、そういうことか、なるほどね。なるほど。おお、やばい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 、逃げろ逃げろ、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ、ほい、危ない危ない。ああ、なるほど、そこのドラム缶をの方に行けばいいってことか。急いで行こう。ほい。あ、やばい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 。ちょ、待って待って待って、まだまだまだ、まだ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 。ここで、まあ、1匹ぐらいやったら大丈夫でしょう。ほいほい。おお、危ない危ない。ここまでは来れないっしょ。で、次が、そっちか。おお、こっちね。おお、なんなんだ、ここは。すごいとこやな。これはあいつらの巣みたいなもんなんか。うわ、下行く。ええー。ブラキュー大丈夫か、こんなとこ。大丈夫やんな、多分。とりあえず、高いとこに行けっていうことやから。ここなんかな。それ以上高いとこないから、ここやろな。どうなんやろ。うん。この中か？え？大丈夫か、ここ降りて。え？うわ、ここなんかすごいむずそう。そう、考えて行動することが多くて、これなんなんだ？卵？ここは、鍵が閉まってるか。あんな、こっちか。うわ、めっちゃおるな。どうしよう、これは。どこ向かえばいいんだ？これは。とりあえず、向こうっぽいな。あー、なるほど。音を立てずに、やばい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 、そういうことか、そういうことか、そういうことか、やばい、逃げろ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 、よいしょ、やばいやばい、ほい、逃げろ逃げろ逃げろ、やばい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 、ほい、飛び乗り飛び乗り、よし、ブラキュー、なんとかいけたな。お前は強いやつだ。あー、危ねえ、マジで危ねえ。ゲームオーバーなるとこやった。ここもいるのか？あ、いるな、あそこに。どうしたらいい？あの上に登りそうだな。ダッシュで行けるか。いや、あ、記憶がある。記憶ってか、思い出か。何の思い出だ？猫コーポレーション。ずさんな管理の落とし前をつけてもらわないといけません。上層のゴミがスラム中に溢れ出し、それを解決するために彼らはバクテリアを開発しました。人間が消え去った後、バクテリアは突然変異を起こし、ゴミ以外のものまで食べ始めた。あ、あいつらってバクテリアな？それがザークの正体です。
あんな漂白剤でも投げだったらいいんじゃないこいつらに。行きましょう。あいつらに漂白剤とかなんかそういうの。これはどうしたらいいんだ？あっちに行くけど、これは扉を開けて、あーそこの上登るって感じかな。よし、急げ。急げ、急げ、急げ。こっち登って、降りる。で、ドアをハックする。で、こっちに行く。大丈夫、大丈夫。で、これでどうするんだ？こっちには来たいいももいいの。いいけど。ん？よし、急げ、急げ。よいしょ。ほい。よし、登れた、登れた。オッケー、オッケー。で、この上を。うわ、いるなあ、あいつら。どっちに来る？そっちに来るか。オッケー、オッケー、オッケー。急げ、急げ、急げ。ほい。ほい。ほい。よし。お、あ、その上か。オッケー。ここまで来れば大丈夫、大丈夫。結構上まで来たぞ。で、この先はどうするんだ？ん？これは違うっぽいな。下に落ちちゃうからな。どうやって上上がるんだ？あ、そこか？ん？ちょっと待ってな。おー、下に落ちるから気をつけろ、ここ。あ、なんかレバーある、ここに。ちょっと待ってよ。あ、よいしょ。おー、エレベーターが。あ、でも、エレベーター、うわ、やばい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 、どうしたらいいんだ。急げ、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 急げ。逃げ回れってことっすか。よいしょ。来い、来い、早く来い、早く来い。やばい。まずい、まずい。まずい、まずい。早く来い、早く来い。よいしょ。よいしょ。ほい。急げ、急げ、急げ。早く、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 開けろ、開けろ、開けろ。やばい、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 なんで開かんだ、あれは。なんで開かないんだ。よし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 。あ、来た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 。よーし、来た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 。で、ここに降りて、よし。ここには上がってこれないか。早く行け、早く行け。おー。よかったよかった。あー、危ない危ない。あー、危ない危ない。めっちゃおるじゃん、ここ。うわ、めっちゃ、あれ、やっぱ卵なんやな。あの、光ってるやつ。てか、こいつ、いつまでついてんだ。早く離れる。こいつ。いつまでついてるんだよ。でも、あ、でもそっち側やから、結局は、無理やな。よーし。ん？開かないな。よいしょ。あ、ここに来れば、ここです。トランシーバーをこのアンテナに置いてください。ここか。アンテナってここっすか。おー。どうなる、どうなる？仲間、他の仲間3人と通信できるか？あ、でもまだ上やる。あっちにも街があるぞ。ダムみたいなとこの。え？あっちは何なんだ？でもあそこのエレベーター使えないっつってるからな。どうだ？ん？見てください。美しい景色です。思い出しました。街、それはシュル。
シェルターのことでした。シェルター、星のように見える光は街を封鎖するための金属製の屋根なのです。人間は自分たちをアウトサイドから守るためにシェルを作りました。しかし犠牲も大きいものでした。誰も脱出もできなくなったのですから。アウトサイドは 大惨事でした。植物は育たず、人も住めず、危険なだけの場です。アウトサイド、あー、そういうもんなんだ。でももしあなたがそこから来たのでしたら、また安全な場所になったのでしょうか。私の約束はアウトサイドへ行くだけではありません。行って街を解放する約束もしたのです。あ、思い出したか、お前の役目。ちょっと、なぜ一部の記憶だけが蘇り、他は思い出せないのか、理由はまだわかりません。でもこれだけは確かです。私は街を解放する約束をしたのです。お前、大役任されてるじゃん。よし、戻って、モモを探しましょう。トランスミッターには接続されています。助けを求められるはずです。なるほど。ここでモモのとこ戻るんだな。ちょっと待ってや。なんかここら辺ないかな。なら戻りましょうか。モモのとこに、モモスケのとこに行こう。あ、これ直通なんだ。あのロボット出しちゃった。このワイヤー使ってなんかいけそうな感じはするけどな。わ、すっごい、綺麗だな。ロード入った。おお。ここはどこだ？モモのとこか？スラムパート2。ここモモのとこだ。見てください。メモがあります。小さなアウトサイダーさん、もし君がこれを読んでいるなら、君はまだ生きているということだね。やったね。僕はバーに行ってやる。行ってある装置を使い、アンテナの感度を上げている。こっちで会おう。窓をロックしたけど解除コードは簡単。お、何言うんだ。ピッコロみたいなこと言うなよ。ピッコロナメクセ王みたいな。大文字と小文字の区別を正確につけてね。バーで会おう、モモ。入り口近くの窓コードだよ。レッツゴー。入り口、これか。これがロックされている窓です。コードは、H だった気がします。キーが違います。おっと、間違えました。もう一度やってみます。なんだこいつは。O だったか、0だったか、こうだったかな。あー、よかった、よかった。びくった。モモがバーで待っています。バーってはどこだ？バーってどこだったっけ？バー。こいつはずっとペンキ、やってるな。バーってどこだ？あれ、モモじゃね？よいしょ。向こうに行きたいんだけど。そこ渡れば行けるか。よいしょ。ほい。よーし。モモ、やっと来たぞ。